本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて皆様は最近100均には行かれましたか？私は100均が大好きで仕事の備品を買いに行ったり、あとは雨の日ですよね。大阪最近ちょっと雨を降っとったんですけれども、雨の日になると家族で100均に行くという何からん我が家のルールが存在しています。100均に行くと、まあ、それぞれが各々自分の好きなものを買いに行くわけですよね。奥さんであれば例えばキッチンアイテムとか、私であればアウトドアとか文房具コーナー、息子娘はそれ家に100個ぐらいあるんちゃうかなというような、もう同じようなごちゃごちゃとしたおもちゃを大体買いに行きます。改めて自分の幼少期と比べると、まあもちろん300円500円商品が登場したというのもありますが、100円であれだけのクオリティのものを販売される時代になったと思うと、まあ世の中ってこう変わってきたなと言いますか、本当にコスパのいいものが溢れる時代になったなと改めて感じています。さてこのチャンネルでは不定期にはなりますが、私が100均に行って、おこのアイテムは仕事で使えそう、役立ちそう、効率が上がりそうだなと思うような文房具を紹介しています。今回はちょっと久しぶりにこの企画をやっていきたいと思います。というわけで今回の企画はこちら、あなたの仕事の生産性と効率をアップさせるセリアで見つけた100均ノートの使い方。というわけで今回は久しぶりに100均ノートを仕事で活用するためのノート術を紹介していきたいと思います。はい、というわけで久しぶりのセリア企画になるんですが、よく行くんですよ。何か新しいアイテム登場していないかな、仕事で使えそうな、まあ、ノートないかなと見に行くんですけれども、まあ、そう頻繁にね入れ替わってるわけでもありませんし、ノート自体はまあ入れ替わりはしてそうなんですが、まあまあ大体ねサイズ感とか中身のデザインって揃ってくるので、これはまあまあ動画では使えないかなとかあるんですけれども、今回いいものを発見しました。これはですねかなり仕事では使いやすそうだったので、深くやり方考え方を掘り下げていきたいんですけれども、まず商品名何かというとですね、こちらですね、フリーウィークリーノートブック、英語サイズ、ワイドが英語サイズですね、 210×148 56ページのフリーウィークリープラス 5mm グリッドなので、まあ、中身ちょっと見ていくんですが、ウィークリーと 5mm 方眼で構成されているノートブックになっています。男性女性性別問わずどんなシチュエーションでも使いやすいようなサイズと色味になっております。では実際に中身を見ていきながら、どのようなノート術になるのか詳しく見ていきましょう。はい、それでは実際に中見ていきたいと思います。デザインがこのような感じですね。中を開いてみると、よしと開いてみるとこのような感じですね。フリーのウィークリーのプランなので、月火水木金土日と7つのこちらフリーのウィークリーのボックスプラス1つここにもボックスがあります。下段には 5mm 方眼が同様に並んでいるという非常にシンプルな、まあ、作りにはなっているんですけれども、これ活用方法によっては非常に使いやすくなります。ちなみに注意点は、すべてのページがこのデザインで構成されていますので、なので開けた時に普通の手帳にあるような1日から1日から31日までの予定を書き込むようなマンスリーのページはないということですね。そのあたりは注意してください。非常にシンプルなデザインのノートですが、これを今回どのように活用していくかと言いますと、はい、テンプレートを書いてきました。こんな感じでございます。ドン。はい、ではですね、今回私が書いたこの書き方、どのような書き方でどのような活用方法になっているのか一つ一つ追いかけていきましょう。はい、それでは解説。今回やはりこのノートの魅力というのは、月曜日から日曜日までの1週間を俯瞰的にかつ連続性を持って管理できるというところが魅力に感じています。実際に私トラベラーズノートを使ってた理由というのが、こういったリフィルが存在するからですよね。むしろほぼ日手帳は1日1日が独立しているので、こういったページがあったらいいなと毎回感じています。
で書き方おすすめなんですけれども、左側のマンス、ここはまあ5月とか4月を書いていただければと思いますが、この下のボックスに関してはウィークリーのタスクであったりとか1週間の行動目標を書くことをおすすめします。開いた瞬間にこの週4週目3週目自分が一体何をしないといけないのかが常に書いてあるので、どういった物事に今週取り込むのかが明確に判断することができます。また広いエリアになっているので今週の目標を一言書いておくのもいいかもしれません。営業とかされている方は定量的なところですよね。週間でどれだけの売り上げを取るのかとか、どれぐらいのアポを取るのかとか、ダイエットをされている方は何キロ減らしたいとか、数値的な目標を書くことによってより具体的なアクションに落とし込むことが可能です。では月から日までの流れなんですが、個人的におすすめなのは、まずはもうタイムスケジュールですよね。バーチカルのタイムスケジュールです。9時から例えば18時とか、ご自身がお仕事で勤務されている時間、実働8時間であれば管理することが可能です。ただ24時間自分手帳とかほぼ日のように管理されたい方にはこのワイド結構きついかと思いますので、そのあたり注意してください。9、10、11、12と時間を振っていって、後の書き方はもう一般的なところですよね。ご自身が仕事で今日何があるのか、どんなイベントがあるのかを書いていきましょう。過去の動画でもお話ししていますが、いちいち漢字で長く書くのがめんどくさいよという方は、モーニングアッセンブリーは、朝礼の略とか、ランチタイムは LT みたいに、ご自身の中での短い言葉でルールを決めていくと、より見やすく、早く、簡単に書くことができますので、おすすめです。あとはこの水曜日のようにもういちいち9時10時という時間を振っていくのが面倒なんだよねという方はもう箇条書きで書いてもいいかもしれません。10時朝礼、1時開発ミーティング、2時部長とアポですね。このあたりは好みによって分かれるかなと思いますので、タイムスケジュールの書き方は個人によって好みが分かれてくるかと思います。そして上ですね、もちろんここに日付書いていくんですけれども、結構余裕がありますので、ご自身1日の振り返りおすすめです。100点満点中今日何点だったのかと自分でまあ数値的に評価をしていったりとか、あとは1日の終わり、今日はどんな日だったのかをメモしてもいいかもしれません。1日終わりメモは私未だに手帳でよくやっていますね。本当に簡潔に今日はどんな日だったのかというのをまとめております。では下段行ってみましょうか。下段の5ミリ方眼なんですけれども、これどのように活用しているかというとですね、はい、左側ガントチャートです。これはもうガントチャートとして使うには非常に向いていると感じています。ウィークリーのタスクからまあ連動してくるかなと思いますが、その1週間発生するようなイベントごととかやらなければいけないようなことをシンプルに落とし込んでいきます。例えばホームページの更新があって、それが工程ごとに分かれているとか、新春キャンペーンが存在している、アポ取りをしないといけないデザイン業務とか、月末であれば月末の締め作業、こういったものが発生します。もちろん日々のデイリー業務というのはここから付随してくるものが多いんですけれども、まずはざっと1週間大きいタスクとして何が存在するのかを書いて、あとはこの横並びですよね、月火水木金土日の間で一体それぞれを何しないといけないのかを細分化していきます。蛍光マーカーとかでまずこの工程1は月から火でやるものだよとか、工程2は水から木までやるものだよというようなラインで表してもいいですし、キャンペーンとかアポ取りのように各曜日にどういったことをしないといけないのかを書くのもいいと思います。企画を考えたり提出したり、水曜日はフィードバック、金曜には入稿しよう、
デザイン業務に関しては月曜日しなくてもいいけれども、火曜日にはラフの A パターンを出して、水曜には B パターンを出して、木曜日には共有しようなどなど。このように行動パターンを分解することによって、ノートを開けば1週間その行動タスク何曜日に何をしないといけないのかが一目瞭然で判断できるようになるという書き方ですね。中段というんですかね、真ん中ガントチャート言ったんですけれども、下段はここフリーですね。やっぱりデイリータスク側をチェックボックス管理するのがおすすめです。真ん中がいわゆる1週間の行動のウィークリータスク書いてますので、例えば企画を考えるというものに対して何をしないといけないのかとか、ラフの A を作るにあたって何をしないといけないのか、もちろん突発的に増える仕事もあるかと思いますが、真ん中を見ていきながら日々何をしないといけないのか、デイリーのタスクをチェックボックスで書いていきましょう。終了したらもちろんチェックマークを入れて斜線で消すのもよし、もし完了できなかったタスクがあれば、もうこのように矢印引っ張ってしまってちょんちょんとマークしておけば、これ未完了なので今日もしないといけないみたいにわざわざ書き足す必要もございません。この書き方をしておけば、1日の行動を1週間の行動計画、そこから落とし込んだデイリーの行動パターンまで読み込むことができますので、1週間かなりやりやすく仕事ができるかと思います。ただもちろん限界もあります。限られたノートで結構書き込んでいくので、本当に仕事量が多い方とかタブランドを複数管理されている方にはちょっときついかもしれません。また補足にはなるんですけれども、別にガントチャート使わないんだよねという方であれば、ちょっとグレーでボックス 1,2,3,4 と振っておるんですが、日々のデイリータスクを仕事の4領域、重要度と緊急度の高さ低さで振り分けてもいいかもしれません。振り分けることによってどの優先順位から今日仕事をすべきなのか、あとは突発的に増えた仕事も振り分けることができるので、効率よく仕事を進めていくことも可能です。その日仕事が休みの日があればオフと書いてしまって、行くイベント、あとはアクセスなどメモっても大丈夫です。このボックスはメモ帳とか、あとはリマインドとしても活用することが可能ですね。あとちょっとおまけ程度にはなるんですけれども、女性の方、主婦の方でご飯作らなければいけないと、仕事のタスクはいいけれども仕事のタスクよりも今夜の晩ご飯なんだという方は、献立表として使ってもいいかもしれませんね。今日食べる献立、肉じゃか、サラダ、煮物、味噌汁、献立書いてしまって、下段のチェックボックスに、買い物リストですね、じゃがいも、ネギ、サンマ、味噌などなど、書いてしまえば1週間の献立と買わなければいけないもの分かりますし、ある程度ここにですね、何円だったと、メモっておけば、長期的に見た時にこれじゃがいも値上がりしてんなとか、卵ちょっと下がったなとか、そういった家計的なところのお金の動きも管理することできるかなと感じていますので、ぜひ仕事だけではなくて献立表としても活用させてみてはいかがでしょうか。シンプルなデザインですけれども、非常に使い勝手が良くて無駄がないデザインになっておりますので、100円で買えると感じるとめちゃめちゃコストパフォーマンスが高い一冊かなと感じています。ぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回は100均セリアで購入したこちらフリーウィークリーノートブックの活用術でした。いかがでしたでしょうか。よくできたノートだと思います。マンスリーページが存在していないので、カレンダーとして使いたいという方には結構難しいかなと思いますが、今日紹介したような1週間の行動計画、ガントチャート、あとは献立表とか部活のメニューなど、過去紹介した無印良品さんの大きいノートに近いんですけれども、週間の行動計画を俯瞰的にチェックするには非常に最適なノートだと思います。A5 サイズのシステム手帳を愛用されている方は中に挟んでいいとも思いますし、そこまで分厚くもありません。カバンの中に入れても邪魔にはならないので、普段愛用されている手帳と一冊、仕事の管理用でこれを合わせて使うのもいいかなと感じています。ぜひセリアに行った時はチェックしてみてください。
というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。